宮沢ひよさんです。おめでとうございます。大きな拍手をお送りください。いや、おめでとうございます。さあ、それでは宮沢さんにですね、受賞の喜びを語っていただきましょう。お願いします。皆さんこんにちは、宮沢ひよです。エゴイストは約1年半ほど前に撮影をして、公開から1年経っているんですけども、本日改めて、この作品が評価されていることをとても嬉しく思っております。僕がエゴイストにこう出会って、自分の役者人生、役者である覚悟、作品に対する思いというものが大きく変わりました。エゴイストは僕の中で大きな財産となっております。エゴイストに関わった全てのスタッフ、役者、そしてこの作品を愛してくれた全ての人に感謝を伝えたいです。そして何より、一緒に共演した良平さんと、監督の松永さんに、最大の感謝を伝えたいです。本日は本当にこんな素敵な賞をいただけたことを嬉しく思っております。どうもありがとうございます。おめでとうございます。それではお話を伺ってまいりたいと思います。いや、改めましてね、非常に素晴らしい賞を受賞されましたけど、はい、お気持ちはどうですか？いや、本当に素直に嬉しくて、でもこんな素敵な賞をいただいたので、この賞に見合ったパフォーマンスがこの先もできるように、日々頑張りたいです。まあ、今回康介さんとの、ね、会話シーン、とっても自然で、まあ、ドキュメンタリーを見てるような感じもあったんですけれども、はい、まあ、そんなこう自然な会話っていうのは、この監督からの特殊な演出法から来てるとか、その辺はどういうふうに？そうですね、もちろん台本はあるんですけども、はい、現場でこう自然と出た言葉であったりとか、行動というものを監督が大事にしてくれていたので、あまりこう台本にはこう、まあ、縛られずというか、もちろん大事にはしているんですけども、その瞬間瞬間の出来事を、大事に、鈴木亮平さんと阿川さんと一緒に作品作りをしました。どうですか、亮平さんとは今まで共演されたことはあるんですか？いや、エゴイストで初めてでしたね。え、はい、どうですか、第一印象は？いや、本当に素敵な方で、作品への思いというのは、はい、過去、ご一緒した方々の中で多分ダントツで1位というか、その準備であったりとか作品に対する思いというのは、見ていて、勉強になるものがたくさんありました。どうですか、ひよさんとしては今後、はい、こんな役をやってみたい、こんな映画に出てみたい、はい、ご希望があれば。でもまたぜひ亮平さんと一緒に、お芝居したいなという思いがあるので、まあ、バディものでもいいですけども、対立する2人という、役でも面白いのかなと思ったりします。はい、本当におめでとうございました。ありがとうございます。宮沢様へ今一度盛大な拍手をお送りください。プレゼンターの中村様、ありがとうございました。いや、本当に絵になりますね。大きな拍手をお送りください。いや、抜群の存在感ですね。じゃあ、喜びの声を一つよろしくお願いします。皆さん、ありがとうございます。鈴木亮平です。このエゴイストという映画は、やりながらいろんなことを思っていたんですけれども、こう人を愛するっていうのは、ある種とても曖昧なことかなというふうに感じました。これは本当に純粋な愛なのか、それともただのわがままなのか、自分の普段人を愛するということはどっちなんだろうと考えたり、それがいつも混じり合っているものなのか、もしくは
愛っていうのはわがままエゴの一部分なのか、あるいは逆にわがままというのも愛の一部分なのか、そんなことを考えながら、演じておりました、この映画を出来上がったものを見て、自分もう少しこう人を愛するということにわがままになってもいいのかなと、その自分のわがままが誰かのためになったり救ったりすることができれば、ひょっとしたらそれも愛と呼んでいいのかなと、そんなふうに思いました、こういうちょっと哲学的なテーマをですね果敢に挑まれて見事に作品にされた松永監督と、明石プロデューサーにまず敬意を表したいと思います、そして今日何といっても、共演した龍太役の宮沢ひよ君と一緒にこの場に立てていることがもう最高です。皆さんありがとうございます。いや本当におめでとうございます。ありがとうございました。それではお話を伺ってまいりたいと思いますが、ここでエゴイストの監督である松永大志監督が会場にいらっしゃいますのでお越しいただきましょう。そして今回同じくエゴイストで男優助演賞を受賞した宮沢ひよ様にもステージにお越しいただきましょう。松永監督、宮沢様、どうぞステージへお越しください。いや固い握手を交わされましたけれども、いやありがとうございます。じゃあ監督からじゃあ一言お二人っていうかメッセージをお願いできますか。はい、監督の松永です、本当にまずは二人おめでとうございます。ありがとうございます、そして僕としてはもう一人阿川佐和子さん、本当にこの三人がこの映画を、芝居として引っ張ってくれたと思います。そしてその役者の芝居を引き出すために撮影部照明部本当に全てのスタッフが、力を出し切ってくれた結果かなと思ってます。本当に映画が公開してから1年以上経った今、こういうふうに良平とひよとこういう場所に立てることを幸せに思います。本当にありがとうございます。どうもおめでとうございます。さて、鈴木良平さんにお伺いしたいと思いますが、かなりの覚悟を持ってLGBTQ について勉強もされて、いろいろと関係者の皆さんからもお話を伺ったと聞いておりますが、やっぱどういう部分がすごいこう役に立ったっていうか、演技を見てても本当にかなり研究してるっていうか、本物じゃないかと思うぐらいですね、私思っちゃいましたけど、どうですか。そうですね、まず異性愛者の自分が同性愛者の役をやるということで、きちんと芸の方々にこう見ていただいたときに、これは間違いなく自分たちの物語だなっていう、きちんとしたクイア映画にしなければいけないなというのが最初にありました。で、そういう目標の上でいろんな方々にお話を聞いたんですが、いろんな自分にとって新しいことがあったんですけど、一番は自分が知ったつもりになっていたことが何も知らなかったんだなと言いますか、例えば映画の中でも使われているエピソードがあって、こう恋人との、結婚ができないので婚姻届ですね、婚姻届をこう2人で書いて自分の部屋に貼っているっていうようなエピソードをすごく笑い話として話されていたんですね。でその流れで、俺たち死ぬ時はどうせ一人だしねっていう言葉を、ちらっとした会話で聞いたりだとか、もちろんこうニュースなんかで分かってたつもりですけれども、実際にその我々異性愛者に認められている、僕たちが当たり前だと思っている権利みたいなのが、当たり前じゃないと言いますか、選択肢すらないんだなっていうことがこう初めて実感として湧いてきた。そういうことを含めて自分はこの映画をやるってことは本当に演技以上の責任があるぞということの責任感みたいなものがどんどん役への映画への情熱になっていったかなと思います。なるほど。ひよ君はですね、はい、今の良平さんのコメントを聞いて、はい、どんな感想をお持ちになりましたか。いやもう本当に良平さんからその作品に対する思いであったりっていうのはすごくクランクインする前から感じていて、でだから僕も他の役者の皆さんもその良平さんが前に先頭に立ってくれてその思いを持っていてくれたので、自然とこう
作品に入れたというか、その思いをこうみんな大事に持って、責任感を持って、この作品と向き合うことができたと思います、ね、でも2人揃って受賞って最高ですね。なんか、はい、やってた時は本当にこんなに華やかな場に立たせていただけるとは本当に思ってなくて、で予算もそんなに大きな作品じゃないので、はい、本当に短い時間で集中してひたすらこうやってたなっていう気がするので、驚きもあるね。驚きですね。まさかこんな日が来るとは夢にも思ってませんでした。嬉しいです。よかった、本当におめでとうございました。ありがとうございます。鈴木様、松永監督、宮沢様へ今一度盛大な拍手をお送りください。プレゼンターの西川様、ありがとうございました。いや、素晴らしいインタビュー、ね、お話内容でございました。ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。鈴木さん、こちらに目線をいただけるとありがたいです、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、男優主演賞おめでとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか、聞いた瞬間というのは。そうですね、何よりもさっきも言ったんですけれども、ひよくんと二人で同時に受賞っていうふうに聞いたんですよ、最初に。もうそれがやっぱりそうそうあることじゃないので、同じ映画からもう感無量でしたね、そこ、はい、先ほどこうフォトセッションの時もお二人で何か会話を楽しんでる感じがしましたけども、はい、どうですか、お隣でトロフィー持って座るっていうのは。なんていうんですかね、こう時間がこんな風な場所のこんな時間につながるんだなっていうことが不思議な気持ちです。こんな豪華なステージに立てると思わなかったという発言もありましたけども、本当にそう思ってたんですか。本当にそうですね、この映画、まあ、とにかくまあ、もちろんたくさんの人に見てもらいたかったんですけれども、何より芸の方々、当事者の方々に見てもらって、喜んでって言うとおかしいですけど、こういう映画見たかったよねっていうふうに言ってもらえたらという思いで、割と僕はそこの一心で作っていた部分があるので、何でしょうね。あと、まあそうそう映画作りって簡単じゃないじゃないですか。いろんなことが起こって、クランクイン前にもこれ本当にできるのかなとか、ちゃんとこう映画として成立するのかなとか、いろんな不安があった中で、松永監督が大丈夫、信じてくれって言って引っ張ってくださったので、もうなんか無我夢中でやってましたね。必ずしもこう全部が全部これはいける、いい作品になるっていうことではなかったので、そういうこうみんながみんなやるしかない、とにかくいいもの残すしかないっていうスタッフ、キャストのこうエネルギーみたいなものが作品につながったのかなと思います。鈴木さんにとってこのエゴイストという映画はどんなものになりましたか。難しいですね、それは。どんなものになったか、どんなものになったか、今後の僕が42去年になりまして、今後の人生後半の進んでいく道をちょっとヒントを与えてくれた作品になったかなと思います。いつも鈴木さんは役作りのストイックさがすごく話題になったりもしますけども、今もシティーハンターのサイバー寮がドハマりしてると話題になってますけども、ありがとうございます。このエゴイストの役作りというのはどうでしたか。そうですね、まあ、いつもだいたいこう実際の世界の方々、その役のが生きている世界の方々にはお会いしていろいろ話を聞くんですけれども、今回それをもうそれはすごくやったなって、こんなにいろんな方にこう協力いただいた役はなかったなと思います。なんだろう、こうみんな僕に会って話すっていうことに何のメリットもないんですよね。普通にカフェとかの集まっていろんなお話ちょっと聞かせてくださいって、そこに時間を割いていい作品にしてほしいっていうことで
皆さんに本当にこういろんなことを赤裸々に話してくださったので、そこは感謝しています。でも日本のみならず海外でもこの作品評価されてますよね。こうじわ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 と広がっていくっていうのはやっぱ肌で感じましたか？感じました。見てくださった方、どうしてもこの作品僕自分の演技を客観的に見れなくて、自分のこうこの映画というものを客観的に見られなくてですね、どうしても自分は康介として映画を見てしまうので、自分の人生を見ているような感じがして不思議な感じがして終わるんですけど、それをこう外から見た時の皆さんのお客様のリアクションが強烈だったんですよ。知り合いの、僕の知り合いの美容師さん、いつ切ってもらってる美容師さんなんかは、今まで見た映画の中で一番良かったとか、熱がすごかったですよね。なんかそこでそんなにその自分が生きた気になってますから、自分が生きたあの時間っていうのが他の方々に外から見るとすごく何かを残すんだなっていうのは、感じていきましたね。どんどん先ほどひよさんがまた鈴木さんと共演をしたいとおっしゃってましたけど、どうですか鈴木さんとしては？あ、ぜひ僕横で聞いてましたけど敵対する役とかやってみたいって言ってたので、僕もぜひやりたいですね。こう椅子と椅子で座ってすごいこう駆け引き、裏の裏を読みながら言葉を、上品な言葉なんだけれどもすごく暴力的なやり取りをしてるっていうような、そういう役とかやったら面白そうかなと思って聞いてました。結構具体的にもう考えてたんですそうですね、何かこう高度な政治的なやり取りをする役とか面白そうだなと思いました。鈴木さんから見てこう宮沢ひよさんの魅力っていうどこだと思いますか？もう間違いなく品があるところだと思います。なんか上品っていうのとも違うんですけど、何をやってもこう持って生まれた品みたいなものがあるので、おそらく嫌な役をやってもすごくいい人の役をやっても引きつけられる、ずっと見ていたいと思う人だなというのは思ってますね。ちょっと普段はもうすごくピュアな人で、この映画に出てきた龍太という役っぽいんですね。なので大丈夫かなと、こんなにピュアなまま生きていってちょっと大丈夫なのかなって心配になるぐらいの人です。でも今回まあ主演賞ということで、自分にご褒美は何かあげますか？ご褒美ですか？これ を目の前に置いてビール一杯飲むぐらいの感じですかね。もう今日できますね。今日できるんですよ。やっぱりこういうものは、お祝い事っていうのはその日に喜んで次からまた頑張るっていう、そういうスタンスが僕は合ってます。この毎日映画コンクールの主演男優賞ですので、はい、これ鈴木さんにとっても間違いなく代表作の一つになると思うんですけども、はい、演じてみて一番苦労したところとか気を使ったところとか大変だったところとかっていうのもしありましたらお願いします。そうですね、監督が現場で非常にこう本質みたいなものを大切にされる方で、演技をしているというのをすごくこう避けようとされる方なので、例えば、そのいろんな方にお話聞く中で、実際の芸の方々に話聞く中で僕がすごい強烈に残ったのが、それぞれの人の前で自分のセクシュアリティを知っている人かどうかで、ある種ちょっと演じ分けなきゃいけないというのを、それも、そうだよなと思いながらも自分がとして演じてみるとすごくこう実感があって、かなりこれは生きづらいなという実感があったんですけど、特に恋人のお母さんに二人の関係を隠して会いに行くシーンでは、監督がその阿川さんに秘密のこうノートみたいなのを渡して、メモみたいなのを渡していて、こういう質問をどんどん聞いていってくださいっ
ていうのがあったんですよ。でそれは僕には知らされていなくて、で康介としてじゃあ相手の親に初めて会った時に二人きりになって、康介さん彼女いるのとか、モテるでしょうとか、ご結婚はから始まり、そういうこうドキッとするような質問をたくさん投げかけてくるんですよね。それに対して自分がこうその場でどう答えるかっていうところをこう試されるような演出がたくさんあって、そういうなんていうんですかね、その場で試されるものっていうのに嘘をつきたくないっていうところと、やりながらやっぱりこの感じでずっと人生を生きるのはしんどいなって思いがありました。そういうなんでしょう、人間としての本質と芸の方々が抱えている生きづらさみたいなのをこうリアリティを持って表現するっていうことが一番気をつけたところかなと思います。今回、宮沢さんとこの毎日映画コンクールの主演助演のダブル受賞ですけども、これどうでしょう、この現場で、この毎日映画コンクールにかかわらず何か一緒に賞を取りたいねみたいな話は宮沢さんとはしてなかったんですか？いや一切してないですね。そんな余裕がなかったですね。こう本当に賞を取るとかいう話になると俳優としての自分たちを意識してしまうので、現場ではとにかく龍太と康介としていようという感じがお互いに持っていたので、もうそういう話は一切してないですね。むしろどういうふうに演技するとか話も一切してなかったと思います。どうでしょう、宮沢さんみたいな恋人欲しいですか？ひよくみたいな恋人ですか？ちょっとピュアすぎるかもしれないですね。僕にはもう少しこう擦れた感じの人が僕は好みです。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。嘘です、本当に理想的な恋人だと思います。はい、ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。